どこかの旅番組によく似ているイオシスどうでしょうは、イオシスの提供でお送りします。こんばんは、イオシスどうでしょうです。今回は生写真撮影の旅第2夜完結編をお送りします。北海道はニセコの新見温泉という秘湯へ旅立った我々、道中いろんなことがありましたがようやく着きました。犬と蜂に遭遇した我々はいろんなことを見回りました。そして真っ赤町出身の超有名演歌歌手の方が緊急生出演。さあどんな写真が撮れたんでしょうか。どうぞご覧ください。奇人変人だから何入れるの。ああ、モンキーモンキーで、今度はい、あの飛行機だけは買うためだ。有名ですよね。途中女の人とか出てくるんですよね、シリーズで。シリーズの途中で、あの女の人が出てくるシリーズとかあるんですよ。でもさっぱりその女の人のキャラ付けがちゃんとされてないんで、クジコちゃんにもなりきれてないしみたいな。ああ、わかるわかるわかる。お色気でもいけてる。そうです、そうです。と言いながらもなんかこう最初はお色気で言ってるんですよ。だからこうハーンって言って敵の対象をちょっと誘惑しつつってなってるんですけど、途中からなんかお色気犯のためはずなのに捕まっちゃったりとか、あ命狙われたり、あとあのもう敵の女の子をもっとお色気犯って、あキャラの地位を持ってかれるタイプね。で監督にね、お色気犯は2人いらないって言われちゃって、お前は今日からコミカル担当だよ。大丈夫だ。グラビアユーだ。まあ、そう。今度がなくていいよ。ヌーブラもなんかしょんぼりですよね。とか、私、ヌーブラこんだけ用意したんですよ。いや、いいから。あの、なんでヌーブラ。そのヌーブラ笑いに使ってもいいよとか言われて、しょんぼりですよ。しょうがないから頭に向けてみた。わかんないけど、わかんないけど、総理はアスカラングレーです。うわ、これ分かる人少なくなってんだろうな、そろそろ。あれ、あれヌーブラね。おしゃれさんだね、アスカも。我々をよそにライダーが一人かっ飛んでいきましたよ。いや、彼は普通に自然を楽しんでいるはずだ。大自然をバックにする話だね。満足ですね。ホトル。誰誰今誰？ホトル。ジュンハル。ジュン。おいジュン。おいおい。はいジュン。ジュン。お父さん、お父さん初めてエロポン買った。え、ちょっとフランクなモロさんだね、随分ね。あんまり買い切れないですよ。今日すぎるわないの。このエロ本に。他の人だったかな。あったのかな。決してお前、それとか使うのかな。どうぞな。お前信じてる。そんな風に挟まないでくれや。結構表紙トップだから、部屋に置いてたんだ。中身の DVD やもん。DVD とか、ゴロさん DVD とか見るの。DVD とか被害に。ジュン、お前を自転車してか。モロさん、いろんな最近のもん出たんだよ。怖いの、自転車がやってきた。ジュン、モロさん、結構便利だぞ。ジュン、ワンセグが入らないって。こっち、プラグはダメだよ。ワンセグが入らない。ひでえ。ジュン、プラグも。ブラジル感じなんだよ。いやもうちょっと大丈夫じゃない。これのラベンダーに税金かかってくるんじゃん。ラベンダーぜ。ロブドフィーってことラベンダフィー。あとあの北の国から来もあったルールルルルって言ったらもう税金がかかるんだ。ルールル1回1円とかルールルフィー。ルールルフィー。今あなたルールルって言いましたね。はい、3円になります。
ってるとこでルル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 ダー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 ダ
はい。そうだよね。あとはモックさんを置き去りにするから。いやいやいや。え、俺なんかこう家にえ？カモン。来たー。来たー。そば。来たここだ。ここですここです。そうですか。人っぽいですね。人っぽいけど違いますね。あ、これじゃないとこあったっけ？新日本館。これでも立ち寄り温泉なんです。あ、これじゃないんですね。人、本当に人って書いてあるんですね。あ、ありましたありました。わー。すごい。すごーい。すごい人だ。わー、すごい。わ、人っぽいな。え、地方の箱みたい。すごい。この色が。これすいません。下宿っぽいですよね。そうそう。だって一泊じゃなかったから、一部屋、一部屋だったから。おー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 。こんにちは。じゃあ。かあの特ダネ言いたくなって思ってんだけど、ジーコジャパン買いに来ました。無事に、人形温泉着きました。これからね、温泉サクッと入ってきて、元気になった姿で、ね、はい、皆さんにお会いしたいと思います。あの車中が、人形結局3本ぐらい使ったんですけども、はい、どこまで採用されてるかが気になるところです ね、 そうですね。あれを、まあ、10分ぐらい、うん、10分で、ね、残ればいいわ。3分ぐらいに、うん、下手したらオープニングの ICC で撮ったやつからここに直つながってる。グランドサロンみたいのもいきなり始まってますからね、うん、特にコーナーみたいな感じもなく、カモン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 ってありますからね。じゃあ最後にちょっと温泉に入るとき意気込みを一言ずつ聞いていただきます。またじゃあモンちゃんからいきましょう。3、9、カコーン、ジャパー、ジャパー、キャー、はい、決まりまーす。じゃあまたあの湯上がりにお会いしましょう。さよなら。トーン、トーン、トーン。あ、僕はきちんとと思う。トーン。はい。せーの。帰ってきました。というわけで温泉行ってきたんですけども、感想を聞いていただいてます。おもちゃんから。露天風呂が刺激的でした。あ、混浴でした。混浴でした。モクさん感想。飲めるお湯が美味しくなかった。あ、美味しくなかった。美味しくなかった。美味しくなかった。ただ二人は飲んだんですね。ただのお湯でした。手で作って飲もうと思ったら熱くてうわっつってなって、私コップで飲もうとしたんですけど、うずいはっつって。ハチさんが、ハチさんでも払ったら怖いですよ。ハチさんがちょっと一回寄せましょう。ただいまー。あ、いい、まだ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 いい、なんなんだよ。なんでだろう。そのまま引き合わせてください。カレードバカ、でかいのだぞ。どうぞ。どうぞ。無事に温泉楽しかったです。イエーイ。わわわ、カモン。さあ、かかってこい。何しました？いや、やんできたんじゃない？やんできました。おお。なんでこれに異常に反応されたの？いや、まだです。まだです。カモン。野郎がね。
野郎はね、主にあの黄色いクマの周りを回ってるやつがですね、我々のターゲッティング仕上がりまして、ね、カモン。というわけで、ニセコビュープラザの道の駅に着きました。空綺麗ですね。フランクフルートでも構成フランクフルート。今なんか F1 のなんか出口みたいな運転してる。かわいい。何やってもそれかい。俺はもう。あっち。中二のように食ってますね。おいしい。カモン。まあ、我々は今フランクフルトを食べまして、これから次の目的地へ向かうところなんですけども、まあもうみんな眠い。大概眠い。皆さん温泉入って疲れが出て、ずっと一バトルやらかした後に物が食ったもんですから眠いね。またね、これフランクフルトが思いのほか美味しかった。そのね、あの室蘭焼き鳥っていう屋台と一緒になったんですけど、フランクフルトはですね、あのいわゆるコンビニとかで出てきたチープなやつを想像してですね、これが非常に皮のパリッとしたですね、肉汁の詰まったですね、熱いフランクフルトですね、私は早速一かじり目からみんなにおもちゃにされるというですね、浮き目に遭いましたが、非常に美味しゅうございました、ね、ぜひともこのニセコビュープラザという道の駅にお越しの際は皆さんですね、フランクフルトを食べていただきたい、ね、まあ、ここで宣伝をしたところで代金がタダになったわけではないんですけども、ね、フランクフルトを食べるということに対してですね、なぜここまで人におもちゃにされなければならないのかということですね、今後真剣に考えていきたい所存なんですけども、ここからは私が代わってお送りいたします。よっ、これから俺たちはある村へ向かうんだ。みんなも知ってるあの歌手が生まれ育った町なんだぜ。振りが少ないうーちゃん言うなら、そうそう持たねえんだよ。マッカリ村、マッカリビレッジ、眠たいところにまだ吸ってないかもね。まあというわけで、まあ、我々がさっきから言ってた似ているファミコンソフトの名前とはマカイ村のことでした。マッカリ村、どの回言ってるかというと、じゃあ僕さん、マカイ村、マッカリ村って10回言ってください。マッカリ村、マッカリ村、マッカリ村、マッカリ村。奥さん、奥さん、あの落ちに行く前にさ、簡単な意味ない。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回じゃない。カモン。カモン。まずは第一チェックポイントということで、順調にクリアしてまいりました。そうです。有名なこの人の石碑の前です。はい、どうぞ。
はい、というわけでね、はい、それ以上何もないですよ。あのでちょっとね、せっかくなんで、あのカメラが回ってる最中で申し訳ないんですけども、あの、はい、キモックさん、キモックですね、到達したっていうところをちょっと映したいと思います。はい、あ、もういるんだ。あ、いた。あの、我々の後ろでスタンバってました。あ、スタンバだね。ちょっと浮かれてる。たかし、たかし、たかしって浮かれてる。ちょっとここを撮ってきてくださいね。ふぅあチャラチャー続く。カモン。そこは、たかしを称える日を、無事に我々はやり過ごしまして、続いて、いよいよ本丸、細川たかし様のもとにご本人様に会いに行こうと思いますね。じゃあ、いただきます。3、2、1。はい、いたの酒場通りには長い髪のおしゃじんがにゃんにゃんちょっとお人よしがいいちょっぴり日本語がずっと重いカモンロシアってとこは北海道よりもちょっぴり寒いきたの酒場通りにはしめは思い浮かばねえウォッカが好きな人がいる好きがいるグダグダでちゃってカモンこんにちはこんにちはあっという間に友人に来ました。はい、はい、最終ダンジョンです。はい、じゃあ最終ステージを、何でしょう、この長い旅路もね、はい、1日かけてきましたけどね、これが終われば車の中でゆっくり眠れるよ、ね、早く終わりたい、まあ、早く終わりたい眠れない人もいるんですけど、ね、さっくり終わるちょっと帰るっていう、はい、ね、ヒットアンドウェイで、行きましょう。じゃあ、あの細川隆さんの像に潜入です。はい、あ、行きましょう。手を重ねると、なんと、音楽が流れるので、噂によるとですね、結構壊れてる方が多いということで、流れることかわかりませんけども、ちょっとやってみようと思います。はい、じゃあ、とりあえず、あの、カメラさん、言ってください。言われますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？ですね、多分みんなは、知ってるのは何や節で人生だと、ヤギの年と北坂場です。はい、でさっきあれだけ盛り上がった北坂場が、あ、びっくりした、向こうだ。ああ、ま、これですよ、そんなね、またこういうフライングですよ。空気読まねえ曲が。もう、しょんぼりですよ。ああねえ。弾いてる、弾いてる。おおてて、つないで、みなじば。それでは、ここで音を流してみたいと思います。はい、笹川さん、ね、いきます。スイッチオン。